NHK ホールは東京都渋谷区に位置する多目的ホール。建築設計は日建設計である。1972年11月に完成し、1973年6月20日に運用開始した。現在のものは2代目で、初代 NHK ホールは NHK 東京放送会館内に存在していた日本放送協会の関連法人である。 一般財団法人に NHK サービスセンターが運営を行っている NHK 交響楽団の本拠地となっているホールでもある東京都渋谷区人南の NHK 放送センター内に所在し NHK の公開放送番組の収録や生放送をはじめ NHK 交響楽団の定期演奏会その他クラシックオペラバレエポップスなど各種コンサート 古典芸能の上演、講演会、国際会議、各種式典等に幅広く使用されている。3.500人以上収容できるホールでありながら、ステージと客席との距離が近くに感じることができるのが特徴である。また、ドンチョウは上下左右とも、開閉可能な絞りドンチョウと、重厚な金属ドンチョウの2種類が備え付けられている。客席の上手側壁に、 カール出家社製のパイプオルガンが設置されている。パイプ数7640本、ストップ数92で、完成当時は日本最大のパイプオルガンであった。多目的ホールであるため、クラシックの演奏には音響上不利であるとされ、東京にクラシック音楽向けのホールが多く整備された。現在では NHK 交響楽団の演奏会のほか、オペラの 引っ越し公園で利用されることが多い。なお、内幸町に放送拠点を置いていた1973年以前には、NHK 東京放送会館に隣接して、NHK ホールが存在した。クラシック音楽番組、立体音楽堂や、歌のグランドショーなどの生放送に使われたが、NHK 紅白歌合戦の会場に使うには、手狭であったため、 内幸町にほど近い有楽町の東京宝塚、劇場などから放送していた。2000年代以降では NHK で多発した不祥事に橋を発し NHK 受信料の支払い拒否が増加していたことから2005年度以降は一部番組において受信料を払っている視聴者に限定した番組観覧募集も行われるようになった。NHK ホールと同じく NHK が所有する ホール施設として NHK 大阪ホールがある。2007年からは携帯電話の着信音等による収録妨害に対応するため、携帯電話に対してジャミングを稼働させており、NHK ホールの客席においては、携帯電話、スマートフォンの電話や電子メールなどの通信機器での通信は一切不可能である。2019年4月9日、 耐震工事実施のため2021年3月から2022年6月までの予定で長期休館することを発表した。この間に放送される予定の第72回 NHK 紅白歌合戦は東京国際フォーラムを会場とする予定であるほかお母さんと一緒ファミリーコンサートと N 京の定期公演とワンワンワンダランドも別会場で行う予定であることが公表されている。 現 NHK ホールの歴史歌謡曲、ポップスクラシックオペラ、室内楽コンクールコンテストその他往復はがきで必要事項を記入し、NHK 公開番組の担当係あて郵送する。抽選で当選者を決め、当選者には入場整理券、落選者にも落選通知が返送される。また、一部の番組では NHK 受信料支払い者に限定して観覧者募集を実施している。 なお、一部番組の観覧募集においては、往復はがきに代わる、新応募方法として、ウェブ応募を採用している。ザ少年クラブでは、2010年12月公開後により、NHK ネットクラブのプレミアム会員のみに応募が限定されていたが、2019年11月を、もって、サービス終了、平野あや、あえて、県外を作る。 NHK ホールの携帯電話抑止装置。日経パソコン。http://itpr.nikkeib.co.jp o スラッシュアーティクルスラッシュコラムスラッシュ二零零七零一0 9スラッシュ二五八二八一スラッシュ二零一一年十一月五日閲覧。NHK ホールの休館について日本放送協会二千十九年四月九日。 NHK ホール長期休館へ、耐震工事、紅白は別会場。https www. 日経 .com アーティクル、ジャックスムズ 43543970z00c19a400 万、abcd n ヌアーカイブスリスト。n ヌザ・レジェンド。日本放送協会、2020年2月28日、閲覧、ab。 21年の紅白は49年ぶり別会場。NHK ホール改修、日刊スポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ 2019-0409-0000454.html2019 年4月9日閲覧。ありがとうございます。